こんにちは。今日はこのような投げ入れの器に、お花屋さんでカサブランカすごく咲いてきていました。もう香りがすごい、百合の香りが部屋中に充満してくる、そんな感じなんですけれど、今日はこの百合をどうしても生けたくて、じゃあどのように生けようかなと、夏の雰囲気のイメージを出しながらこの百合を生けていくというのをやってみたいと思います。まず百合を生ける前に、こちら枝物を生けていきたいと思います。今日は銅弾ツツジ、こちらちょっと前に買って、さすがに葉がポロポロ落ちてきてしまったんですけど枝だけになってしまってもなかなか味があって、銅弾ツツジいい感じなので、これを生けようと思います。かなり葉は落ちちゃってるんですけれど、ちょっとだけ先端のなんか芽みたいになってるところを残しておくと、グリーンが綺麗でおしゃれな感じかなと思います。今日は少し横に広げるのではなく、少し前に出た感じに、この辺の塊を作りたいなと思いましたので、こんな感じで、少し後ろに一個枝も作っておいて、そうしましたら早速こちらのカサブランカ生けていきたいと思います。はい、じゃあこちらカサブランカを生けていきます。すごいですね、これだけ咲くとボリュームがものすごくて、迫力がこれだけで、あまりいろいろなものを入れない方がいいんじゃないかっていうくらいすごい迫力ですね。はい、そうしましたら今日はここに、さすがに夏ですので何かいけたいなと思いました。黄色いひまわりよりも今日はこのようなチョコレート色というのかな、ちょっと赤っぽい色なんですけれど、このようなひまわりを入れると上品じゃないかなと思いましたので、こちらのカサブランカの、なんていうのかな、こちらのカサブランカの高貴な感じに、まあ、引き立て役なんですけれども、このような色を生けていきたいなと思います。
出来上がりました。今日はおめかししっかりとした器、投げ入れの器にもう立派なカサブランカ、今日このカサブランカを花屋さんで見つけてかなり咲いてきていたんですけれど、その咲いてる感じがすごくいけたいなって思いましたので、こちらを主役にしてあげて、その主役の脇役が実はこのようなチョコレート色のひまわりということで、このような生け花にしてみました。どうもありがとうございます。